You're listening to Shibuya Cross FM.本日も始まりましたスポーツグラデーション。この番組は元サッカー日本代表奈良氏明さんとともに多彩なトークで色付けしていくスポーツバラエティ番組です。奈良氏さんよろしくお願いします。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。ということで、はい、いよいよ2022年も始まりました、はい、始まりましたね、はい、今年はね、なんといってもカタールワールドカップがありますから。そうですね、日本代表がどこまでね出れるかどうかですから、まずは、はい、まあ、そこも決まってないです、はい、出ると信じて、はい、僕たち応援、ね、はい、するだけですけども、はい、どうですか、今年はどんな年にしましょう。今年ですか、はい、まあこの番組が、はい、まあ、そろそろ、まあ、眠の納め時かな、いやいやいや、まあ、そろそろかなと。5年やってますから2020年で、はい、そろそろこのスポーツグラデーションも、はい、終わりかなと。終わりが近づいて、はいはい、いやいや、はい、もうカウントダウンですよ。いやいや、カウントダウン、はい、あと僕は10年やろうと思ってるんで。本当ですか、はい、10年、どうかな、どうですね、はい、はい、頑張りましょう、はい、頑張りましょう、よろしくお願いします。さあ、そしてアシスタント2名です。まずはどうぞ。はい、宮田彩です。現在ミスヨーロッパコンチネンタルのミスジャパンとして4月に、イタリアの方で大会に出る予定です。はい、インスタグラムですね、よかったら、うん、あやちん下ハイフン JP でやってますので、はい、よかったらフォローしてください。よろしくお願いします。下ハイフンってなかなか言わないですけどね。そう、この間も言われましたね。アンダーバー、下ハイフンあんま言わないですよ。すみません、この間も言ってました。この間も言いました、ね、イタリア行くから、イタリア行くから。イタリアで下ハイフン言ったらもうバカにされますからね。もうイタリア語、日本人何言うとんねん。イタリア語の俺、イタリア語勉強してるから、ね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、では続いてどうぞ。はい、私いおりと申します。普段は踊るデザイナーとして活動しております。ダンスの方は普段表現指導というところでサッカーのクラブチームさんですとかに、うん、ダンスで表現をするということで各地方を今巡っております、うん、じゃあまずは踊ってもらいましょう。いや無理です。これでもできます。これはなんとなくこれでもできます。はい、はい、喋りながら動いていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。さあ、そして本日のスペシャルゲストもレギュラーですよね、はい、もうほぼほぼレギュラーほぼレギュラーですね。はい、下川敦さんです、はい、よろしくお願いします。約1年ぶりの皆さんはお久しぶりです。お願いします。この間出た時は去年の4月ぐらいだったと思うんですよね。で、その前が新年一発目。そうです、そうです、ね、そうです、そうです。だから意外と新年一発目多いんですよ。準レギュラーですか。はい、準レギュラーですから。よろしくお願いします。一発目は事務所クビになったんでしょ。あ、そうなんですよ、ね、お前もうダメって。移籍した。移籍して今、そうですね、したの。はい、いや、まだです。え、今フリーなの。まだフリーです。え、まだフリーです。なんでなんでなんで、この間出た時ね。そうなんです、そうなんです、そうなんですけど、うん、まだフリーです。どういつまでフリーやなんだろう。もうずっとフリーでいいかな。すごい濁してるけど。濁してなんかあるんや。あ、まあちょっと、うん、コロナもあってなかなかこう動けない時期が長かったじゃないですか。まあその間ちょっといろいろ配信とかばっかやってたんですけど、配信、ね、そこで発信してたんですけど、やっとこう、まあ年末から実際ライブもやれるようになって、うん、神戸も行ったりとか、うんうん、さあ今年はいろんなとこ行きたいなと思ってたところでまたね、うん、ね、この何なのこれ。何ですかね、やめてと思って。これどうなっていくんでしょうね。だから先月、先々月ぐらいはなんか減ってきましたねとか、はい、そう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 、よかったねみたいな言ってたじゃないですか、はい、また増えてきちゃいましたよ ね、 ね、うん、どうすればいいんですか。どうするんですか。これどうせまたオミクロンがね、減って、南アフリカ減ってきてるじゃないですか。はいはいはい、だからまた次なんか出てくるんでしょ、なんたら株言うて。ヨーロッパもなんか感染者数は増えてるけど、うん、なんかでもなんですか、重症者とかがそんなに全然増えてるじゃないですよね。しかもなんかそのかかってる期間も短い、はい、まあ、そうですよね、らしいんでね、はい、もうほんと気をつけながらですけど、はい、でももう気にしてたらね、まあ本当そうですね、うん、まあ、経済とかもそうですけど、経済とかね、誰に手振ってるんですか。手振ってくれました、そこの人。いやいやいや、もうラジオどうでもいいもんね。外の人なんか、かわいそうかなと思って。かわいそう、そうなんですよ、集中、寒いから。いや、今日成人式ですよ。あ、そうだ、だから若い、ちょっとね、若い。おめでとうございます。おめでとうございます、皆さん。新成人、ね、何十年前ですか、僕はね。ね、大将、僕聞こうと思ったんですよ。
どんなんでした？何が？え、その20歳。あ、え、もう僕だって出れなかったですもん、成人。そうや、はい、僕成人式出れなかったです。もう試合、え、なんかね、代表のなんか代表合宿で。かっこいい。 ありがとうございます。ちょっと今のかっこよかった。代表のか、あ、合宿で出れなかった。あ、かっこいい。もういません。もうね、はい、もういません。なるほど、かっこいいね。え、帰ったんですか、あの佐賀に。僕は佐賀のにいたの、もうまだいました、いました、いました。二十歳はまだ佐賀か。当時大学生だったんですけど。あれ、大学生は九州。そうです、あの久留米っていう。久留米来てますよ、はい、で帰ったの。そうです、そうです。で、出ましたね。あ、出たんや。皆さんは？僕は大阪にいたから、代表だったんで。もういい、もう流そう。大阪のね、大阪代表ね。トークの代表。大阪のトークのね。一番出る人ずっと喋ってましたけど。行きましょう、ちゃんと。呼ばれましたから。ぜひ来てくれって言って。市長から、代表だから。市長から。市長から。代表だからね。なんとかして来てくれ。じきじきにね。じきじきに電話あって。ちょっと来てくれへんか、言うて。覚えてるんですか？覚えてますよ。うん。いや、こと細かな。こと細か。いろいろ。はいはい、あの、囲まれました。女子たち。女子に。男子でしょ。はい。いやいや。男子でしょ。俺、参りじゃないね。先生とかでしょ。先生とかでしょ。お前、あの時は、つって。そういう昔話でしょ。昔話は。え、お二人来ました、何やったっけ。あれ。来ました。着物？なんて言うの？振り袖。振り袖や。はい、来ました。え、来てないの？え、なんでなんですか？私、アメリカにいました。かっこいい。かっこいい。一番かっこいい。一番かっこいい。ヨルちゃん。なんだろ、今の。アメリカどこにいたんですか？アメリカの、でも、あの、ウエストバージニア州っていう。はい、ウエストバージニア。ウェバー。はい。何訳してんすか？え、なんでそのとこにいたの？あの、アメリカで大学生やってたんですよ、当時。すごい。なので気分悪いよね、なんか。いいなぁ。片やっぱ佐賀や言うてんの。かっこいい。ただ佐賀で出席してた。かっこいい。なんかすいません。あ、すごい。ちょっと今かっこよかった。そうなんですね。いろいろってことですね。まあまあね。いろいろね。いろんなね。はい。どうですか、このもうね、20年経って。え、20何年経ってんすか？もう20年、ちょうど。あ、違うわ。どんだけ計算してるんですか？30年30年ぐらいでしょ、はい、もう忘れてますよ。そうなんですよ、ね、僕、行けてないんで。あ、そっか、そっか、もともとね、時代も違いますし。時代もね、はい、違うし、いろいろと、はい、ありましたね、いろいろね、はい、下川さんはどんな成人、はい、え、もう歌手になろうと思ってたの？もうその時は思ってましたね。決めてましたね、大学の時に。はい、はい、で、そのタイミングで僕、両親にあの就活しませんって言ったんです。言ったの？あ、帰った時に。そうです。成人式の、はい、親はもう、何のために大学行かしたんやっつって。どうせ諦めるだろうと思ってたらしいんですけどね。あ、でもここまでね、はい、そうですね。ね、事務所も決まらんままね。フリーでね。チューブラリーになって。フリーで、でもすごいっすよね。そう、まあでもあれ、なんか年が18歳がなんか成人変わる。だからそれもなんかよくわからないですね。よくわからないですけど、自治体によってとかわけのわからんこと言ってて、なんか出てましたよ ねどうなっていくのわからないですけどね。まあでも皆さんね、今日はおめでとうございますですね。ちょっと地域によっては延期になったり中止になったりというところもね、まだまだあるみたいですけど、まあそれでも、まあそれはそれでいい思い出としてね、まあやるしかないですよね。まあでも本当に大人のね、はい、一歩を踏み出しますから、ね、はい、ここから責任がね、はい、変わってきますから、はい、ぜひ責任ある行動をね、取っていただきたいというふうに思います。ではまずはオープニング曲どうぞ。はい、1曲目ですね、虹、下川篤さんです。よろしくお願いします。光れ虹の先へ、ここから旅が始まる。夢のかけらたち、大事なのは前に進む勇気だと。ため息交じり汚れた靴、にじむ夕日、すべてを力に変えてゆくため、光れ虹の先へ、駆け抜けて傷だらけでも何度も這い上がる明日へ繋ぐ。光れそのステージで掴み取れそのスイングで奇跡
ていたヒーローみたいにはなれなくても自分の道見つけた。汗にまみれて苦しい時も光が差す、その瞬間だけを目指し続けて信じて惹かれ夢の先へ、君だけが出かけるまだち、もっと強く遠く走り続ける、惹かれそのステージで風に乗せ夢を運べ、きっと一人じゃない、倒れても立ち上がれ、折れない思い花開く明日へ。さあここからは今月のピックアップスポーツです。今日はですね、はい、ここサッカーを取り上げたいと思うんですけど、はい、第100回、まずはね第100回、はい、第100回ちょっと僕もう気になっていることが1個あって、なんで関東第一ですよ。あ、これね、はい、関東第一高校、はいはいはい、僕はあんまこうどうのこうの言わないんですけど、はい、コロナで2名陽性者出ましたと、はい、選手がね、はい、はいはいはい、それはまあしゃあないですと、はい、もうこのご時世ですと、はい、はい、出ませんってね、いやいやいやってなりませんでした。いや僕だから、はい、まあびっくりしたいんですよ。でもびっくりしますよね、まあ、まあ協会から出た、はい、まあ辞退する、はい、辞退します、ということになって、はい、で、まあこう、まあ、登録メンバーとか、はい、いろいろ、はい、こうなんか記事を読んだら、はい、まあ出れる可能性はあったと思うんですよ。で規定でね、はい、うん、で主催者もやっぱりこう関係者の方も絶対やってほしかったと思うんですよ。そりゃそうですよね、はい、やっぱそのテレビ局もそうなんですけど、はい、うん、まあでも子供じゃないですか、うん、まだね、はい、うん、子供なん で、はい、で一番はその後というか風評被害が一番怖いんですよ。例えばどんな風評、だから、うん、まあ、絶対はないですよ、うん、絶対はなくて、ないけど、もしじゃあ試合やります、そうやりました、で、はい、絶対じゃないですけど、うん、誰かがこうメディアは分かんないですけど、うん、その選手、うん、あ、この選手かっていう風に特定できちゃうか、感づく絶対いるんですよ。そりゃそっか、出てないもんね、絶対いるんですよ。そっかそっか、なるほど、はいはい、おうおうおう、だそういう中で、うん、その選手をね、子供じゃないですか、うん、いや僕たち大人が責任やっぱり守らなきゃいけないんですよ。なるほど、そっかそっか、そういうことか、その後が怖いんですよ。そっか、2名急にレギュラーに出てた選手たちが、はいはい、急に2名ベンチもいない、どこにもいませんってなった時に、絶対いるんですよそういうのが、この時代で、うん、で SNS でね、はいはい、匿名であげりゃね、はい、でそれを僕たちは守れますか、うん、っていうことなんですよ。なるほど、だから多分分かんないですけど、うん、だから高校がやっぱそこは風評被害をやっぱりこう嫌がってじゃないですけど、それで苦渋の決断を僕は下したと思います。なるほど、2名を守るっていうことか、そこは守んなきゃいけないですよ、まあそれはそうね、子供ですから。なるほど、ね、大人じゃないですもん、でもそれはかわいそうですよ。いやまあね、はい、でも今の理由聞くとそっかそっかってちょっと腑に落ちたところもね、はいはい、でみんな、ね、こう出てほしかったっていうのは、うん、僕もそうですけど、うん、子供ですから、うん、大人じゃないんで僕たち守らなきゃいけない義務があるんで、まあ、じゃあそれは仕方ないって、まあ、それは仕方ないですし、まあでもその後というか、うん、やっぱ何かしらでやっぱりこの国立の舞台で、うん、なんかプレーさせてあげたいなっていうのは、ね、僕はありますね、はい、もう一方これね、はい、青森山田、うん、三冠達成ということで、あまりの強さに、まあすごかったですね、ね、はい、見ました、テレビで。だから僕だからシーズン通して僕ずっと見てたんで、青森山田は、え、もう仕事上の関係で、なるほど、だプレミアリーグ、はい、インターハイ も、はい、もう選手権もずっと見てましたし、うん、だから、まあ、選手権は準決勝まで、うん、ちょっとベスト8まではちょっと硬かったんですよ、うん、あ、こうもう勝たないとダメっていう逆のプレッシャーって言ったら変な重圧が、うん、やっぱ選手権、うん、2年連続決勝で負けてます、負けてるからね、うん、やっぱり
まあ、インターハイ取ってます、うん、でプレミアムも取ってます、うん、もう勝って当たり前なそういう重圧もあったと思いますし、うん、それを跳ねのけた、うん、もう見事ですよ。見事ですよね、はい、青森山田は、ね、あれ誰でしたっけ、キャプテンの松木玖生選手、松木玖生選手ね、4度目の正直なんですよ。だ中3の時に、うん、中3の時も全国大会準優勝。あ、そうなんですか。だ4度目の正直なんですよ。学生終わりの FC 東京にね、はい、決まってということでね、はい、見事でした。いやでもすごい選手が出てきましたよね。まあそうですね、だからこれで満足することなくなんですよ、うん、でもこっから世界が相手になってきますから、はいはい、ね、まあ、どうなっていくか、そういう中で、ね、うん、これからどういうふうにこうスタートを切るのか、うん、そこは楽しみですけどね。下川さんどうなんですか、こう高校野球でね、はいはい、甲子園目指してた時期もあったわけじゃないですか、はい、やってましたね。でこういうふうに高校生たちがこう頑張ってるところっていうのは、はい、競技関係なくやっぱり見たりしますか。いや見ます見ます。あ、見ました。今日のじゃあ、はい、試合も見てました。見てましたか。一番ちょっと僕は、うん、あんまりサッカーの知識はそんなにないんですけど、うん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 、そんな気になったところ高川、はい、高川学園、はい、トルメンタ、はい、トルメンタ、はいはい、あのセットプレー、あのセットプレー、ね、何百万回再生されてるって すごいですよね。あれはあれはやっぱ効果的なんですか。まあ効果的じゃないですかね。プロではやらないでしょ。でも、まあ、プロではやらないと思いますね。まあやるそうですね。手繋いでぐるぐる回ってね、はい、幼稚園のこうね、はい、泳ぎじゃない、いろいろこう惑わすね、はい、ところではすごく理にかなってんじゃないですか、ま、なるほど。あ、多少は理にはかなって、はいはい、まあ、それでもね点も取ってます。そうなんです、まあ、そ、あれ取ったんですよね。そうなんです。でもそれでも、うん、その青森山田が準決勝で高川学園ってやって、うん、はい、そのトルメンタをどう抑えるのかっていうのが、うん、そのゲームのなんかキーだったんですけど、うんうん、コーナーキックゼロです。ゼロですもんね。ゼロ。今日だって決勝シュートゼロですよ。そう、シュートゼロですね今日。どんな決勝なんやってなりますよね。だからなんかこうベスト4からなんかトップコンディションに持ってきたなっていうのが逆にね見てて感じましたね。すごいですね。オーズはだってだから結局言うと関一が関東、ね、関東第一が出てない分、うん、ちょっとこう休息の期間も含めて長かったわけじゃないですか、はい、でね、一方青森山田は中2日か1日かな、中1日です。1日でしょ、うん、はい、まあでも何ですかね、うん、そこは今言い訳じゃないですけど、うん、こうやっぱりこう試合をやって、うん、そのやっぱりこうテンションでやってくる、うん、入れる方がいい、はいはい、むしろ逆にちょっとこう試合感が空いちゃってた方がちょっと難しいところ、しかも勝ったわけじゃなく戦勝っていうところもね、はい、まあでもね、そういうこう準決勝でああいうこう事態があった中でのこういうね、まあ、雰囲気というか、うん、まあ、すごく難しい中だったと思いますけどね。うん、やっぱそうですよね。え、伊織さんこうほら子供たちにこう体操を教えたりとかしてるじゃないですか。はいはいはい。どうなんですか、子供たちってやっぱこう年々こうサッカーの技術とかも上がってきてるんですけど、はい、サッカーやってる子供たちとかって上手くなってます？はい、いや、うまくなってると思います。私それこそ小学生、中学生、高校生で連日そのダンスのワークショップをサッカーのクラブチームさんにしてたんですけど、高校生にも教えたりするの？高校生にも、はい、ちょうど一昨日ぐらいが高校生のワークショップだったんですけど、やっぱり、まあ、もちろん年齢上がるにつれてもちろん皆さん技術も上がるんですけど、なんか、なんて言うんですかね、やっぱりボトムアップはすごいされてるかなっていう。私が一番最初にこのワークショップ始めたのが5年前、6年前ぐらいなんですけど、やっぱり当時よりも皆さんのなんていうんですか、運動神経自体もそもそもスキルとして上がっていたりとか、あと指導者さんの指導方法とかっていうのがすごくブラッシュアップされてて、そこがなんか全然やっぱチームさんによっても違うんですけど、そこの変化は感じますね。うん、僕らの時ってどんやってないでしょ、体操踊ってました。ブラジル体操、ブラジル体操やってました。ブラジル体操やってましたけど、やってましたけど、僕一番苦手、機械体操苦手そう。もう問い箱とかマットとか、うん、もう一番やりたくなかったです。あ、そうなんですか、はい、体育で。体硬いですか。いや、体硬くないですけど、うん、だ体育で、うん、そういうこう機械体操の時は、はい、あえて一番後ろでした僕。どういう一番後ろ。やりたくなかったんで。あ、そうなんですか。ちょっとこう、あ、だボールを使う、はあ、うん、はい、そういう時は、うん、もう井の市行ってましたね。井の市に行ったのに、はいはい、機械体操の時は一番後ろです。鉄棒とかダメ。いや、ダメじゃないですけど、うん、嫌でした。あんま好きじゃない。あんまり好きじゃなかったです。あ、そうなんですか、はいはい、だから羨ましいです。オリンピックとか見てて、うん、まあ、床とか、あん馬とかそういうのすごく簡単にやってる人たちが羨ましいの。
ああいうの見てると簡単ではないでしょ。いやいやいや、もう簡単にやってるじゃないですか。簡単ではないでしょ。すごくないですか。いや、すごいですよ。大車輪とか。いやいやいや、なんかバク転とか。いや、まあできますか。できないですよ。いや、怖いです。下川さんできそう。いや、バク転憧れてたんですけど、うん、できたことない。バク宙はできるんじゃない。あ、違う、バク転ができるのバク宙無理か。無理。そうそうそう。そっか。え、できるの。いや、できないです。あ、できないの。側転も無理です。ええもうえ、それってやっぱりダンスと違うんですか。いや、ダンスやると基本的に身体能力は上がるはずなんですけど、うん、私も本当に運動神経が悪すぎて。そんな人も教えてんの。あ、でもダンスはやればみんなできます。体硬くてもいいの。体は柔らかい方が動けるようにはなるんですけど、やっぱりただ私の場合はなんて言うんですかね、ちょっと下半身がうまく言うこと聞かない感じで、こうちょっと運動中ですよね。どう言ってるかあんまり意味が分からないんですけど。でも運動神経良くないと上達しないと思ってました、うん、ダンス。逆ですね。ダンスをやると運動神経が良くなる、身体能力が上がる。なるほどね、はい、そうかそうか。やればやればってことなんですね。手助けしてくれる、はい、そうですそうです。私はだからマシにはなりました、当時より。へ、ちょっと僕らもやりたいって言ったらいいですか。もうぜひお願いします。え、行って、むしろちょっと行きません。出張します、出張します。すごい乗り気じゃない。全然やってない。一緒にどっかのチーム行くときに、ちょっと後ろパッとついていってね、奈良橋明来るとか言わずにね、僕ら名前出さずに、あれどっかで見たことあんなみたいになって、でも全然ダンスできへんみたいな。木の陰で隠れてる。ミニゲームだったら来るんでしょ。うん、行きますけど。サッカーの時は行きますけど。サッカーの時は来るけど、はいはい、ダンスの時はもう終わったって終わったっつって。でもちょっと近く島内でやる時行きますよ。あ、もうぜひぜひ。いいですか、はいはい。もうお願いします。いや、ちょっと皆さん行ってください。いや、行きましょう、そんな。僕リモートで今。何なんですか。僕リモートで。リモートでダンス。はい、自宅で、うん、自宅で、うん。スウェットでした。はい、はい、下スウェットで。上をこう踊るね。ちゃんと、はい、ユニフォームで。それで待ってます。いや、行ってみたくないですか。でもどんなダンスするのかとか。まあそうですね。でも教える時とかにちょっとこうね、一、はい、つヒントになるんじゃないですか。ダンス？ダンス。え、何？サッカー？ダンス？サッカー教える時にね、はいはい、子供たち教える時にリズム感必要だぞって言って、うんうん、こうね。うん、だブラジルのサンバから来るようなイメージでね。あ、でもかっこいいかもしれないですね。そうでしょ。サンバのステップ。ダンスできたらこうね。サンバのステップとかね。そう、はい、踏みながら。え、そっか。やろ、キャプテン翼のね、なんかサンバステップの行きますか、うんうん、一回頑張ろ、ね、すごい嫌そう、うん、それは何で、ダンスの時間はどれぐらいあるんですか。あ、でもチームさんによって違うんですけど、うん、最低2時間、1時間半長い。そうですね。あ、でもずっと踊ってるわけじゃないんで、はい、最初アップとか、あとアイスブレイクとかをリズム含めてやったりとかして、うん、ダンス踊ってる時間は1時間あったりなかったりですね。でも長い。踊れますよ、でも全然。ほら、皆さん。ちょっと長いね。長いぞ。長い。ほら。ちょっと長い。長いぞ。どうする？ちょっとダメかもしれないね。ね、長い。でもやってみたいと思いますけどね。いや、ちょっと見てみたいですよ、僕、はい、本当に、はい。あ、ぜひ、もうぜひお願いします。サマイかっこいいですよね。そう。だからうちの娘が高校の時ダンス部だったんですよ。うん、サマになったんですよ。ああ。すごく。サマになってるんですよ、娘。ダンス部。だからそれ見て、はい、なんか踊りも素敵だなっていうのは、まあ、嬉しい。今 YouTube とかでもサッカーやる前のダンスを流してるチームがあって、それめっちゃかっこいいんですよ、うん、もう そういうの主流なんですか。そう、今もう流行りでスポーツやる前にダンスやるっていうのが流行ってて、それ見るとほんま確かに揃ってるとみんながかっこいい。そうなんです、タップダンスとかじゃなくて。タップダンス。なんでタップダンスを踊るの、サッカー。タップじゃない。タップじゃない。時代言うてます。タップダンスって知らないじゃん。知ってますよ。知ってますよね。かっこいいです。タップではない。タップではない。あ、でもダンスは、うん、なんかちょっと見たら面白い、はい、かっこいいなと思います。でも確かに踊れたらね。踊れたらね。俺らみたいなこんなになってたらあかんけど。いや踊れたらね。踊れなくても一生懸命やってるっていう姿がかっこいい。そうですよ。俺一生懸命。はい、一生懸命ですよ。だって最初ね、奈良さんね、伊織さんね、どんなお仕事されてたんですかって言ってますよ、ね。違う。いや、そこはほらやっぱりその時はウエストバージニア州にいたから。そうそうそうね。そうか、代表的に、ね。なるほど。そう、ウエストバージニア州にいたから。アメリカ代表のことは知ってるけど、日本代表のことは知らない。知らない知らない。奈良さんどんなお仕事されてたんですか。その時ウエストバージニア州にいたから。そっか。
そうそう。違う。そのタイムラグがあるんです、はい。ちょっとサッカーかじってました。言ってましたもんね。そうそう。いいんです、いいんです。違う違う。そのタイムラグ、タイムラグが。違うの。タイムラグ。違う。言い訳聞きますよ。タイムラグ、タイムラグ。いや、体が硬いっていうふうにおっしゃってたので、なんかそういう、なんか特別な、なんかそういうバレエなのか何なのかを別でやってらっしゃるのかなと思って。硬いね。何か、特別なことを。言い訳が意味わからなかったですけど。いやいや、本当に。どんなお仕事されてたんですかって。お仕事って聞いてないですよ。え、で、みゆさんも硬いでしょ。僕めっちゃ硬いですよ。もう、怖いぐらい硬いです。アスさんも硬い。硬いです。今もガチガチ、硬そう、硬そう。ガチガチ。あ、でも、え、野球やってる時は野球やってる時はもう、ふにゃふにゃでしたけど。はい、そうなの、はい、え、もう、あれですか、ぺったんってつくぐらいですか、ぺったんって、はい。ほんと。これ、羨ましい。やめやらないと硬くなっていくの。もう、何も、やっぱ動かせないから。やっぱや、ダメなんや。固まってくるんですよ、ね、え、硬いですか、柔らかい。そうでしょうね、なんかその、え、審査あるじゃないですか、なんたら日本の。あ、はい。その中に柔らかさとかいるの？ないですね。ないんだ。え、何が基準なの？え、何が基準ですか？美？まあ、その大会によるんですけど、その、まあ、ポージングだったりウォーキングだったり、あと質疑応答があるとこもあればあるんですよね。フォークが、はい、なんで内面性とか、 あとその前の事前審査っていうのもあるところもあったりとかする。内面性は僕一番綺麗なんです。三浦さんは一番輝けるのは、はい、トーク。いやね、内面性、トーク、内面性、トークはいける。いやいや、内面性が、いや、そこはダメ。内面性が一番綺麗透き通ってる。もう、あの、日本、大阪一ですもんね。うん、いや、日本一です。大阪代表だから。じゃあ、大阪代表だから。え、で、今やってるその審査のっていうか、なんか、なんたら大会は、はい、あ、はい、覚えよ。今回のは、じゃ覚えてます。え、なんたら大会覚えてますミス、あ、よ、よ、ミス、よ、よ、ヨーヨーヨーロヨーヨーヨー挨拶だ。わからない。ミスヨーって挨拶だ。ヨーロッパコンチネンタル。それ何が基準になるの？それはスピーチ系があんまりないので、どっちかというともうウォーキングが強い。ウォーキングだけがほぼかな。え、どう歩くの？なんかこう斜めに歩くやつ、初歩足が、ああ、ね、そうですね、クロスしながら、クロスするやつね、はい、こんなのね、まあ、最初その子の業界入る時って、結局歩くのに何を表現するんやろって思ったんですけど、でもやっぱり歩き方で人間性が出るんです。出ます。奈良さんみたいにこう風切ってたら、あ、こうやってもう日本代表やで言ってたら、もうそういうのは右手右足一緒で、こうやって右手右手右足。本当ですか？俺みたいにこうやってね、こうやってこうね、もう本当にね、なんかこう謙虚な気持ちで。風切ってるでしょ、皆さんは。僕そんな、なんか落としとんねん。さっきから。風切ってるでしょ。切ってないっすよ、僕は。風切ってるでしょ。誰さんもこの辺って、俺は大丈夫やぞって言ってたら、そんなもう絶対謙虚。僕でも下向いてますもん。いや、僕らもう本当、下向いてお金探してもこれ。星100匹。何がないかな、何がないかな。歩き方でやっぱ変わるんですか？結構変わりますね。へぇ、はい、なんかその、こういろんな大会、YouTube とかでもいろんな大会あるんで、見てみると、は人によって違うなってことが分かると思います、だんだん。え、でもご自身が受かったのは、その歩き方が綺麗だったからってこと？あと、今回の、あと、前に他のやつも出たんですけど、今回は、スカウトから入ってるんで、その、一応ウォーキングとかの動画も送ってはいるんですけど、その、決まった時点では歩いてない状況です。写真っていうか、写真の状況で一応選ばれてる状況です。ああ、写真でね。じゃあ自分が綺麗って言いたいの？私は綺麗ですって言いたいの？写真も結局出るんですよ。あ、え、その人、写真も表現なんで、やっぱり、目とかそのちょっとした表情とかがやっぱり写真からも、この人こういう人かなって、多分、なるほどなるほど、出るんですよ。はいはい、分かってますよ。流し目でしょ、こういうやつでしょ。しああいうやつでしょ。ああいうトラックにこうね、こういうやつでしょ。ああいうのですわ。いつも、はいはい、いつもなるほどなるほど。全部分かってないんだよね、そこはね。ああいう流し目のやつでしょ。まあ、そうです、流し目もある、はい、あるかもしれない。じゃあ今度後で一緒に写真撮りましょう。流し目です。撮ってあげます。お互いね、あさっての方向向いてるわけ。こうやってどっか見ときゃいいんでしょ。任してください、それ得意です。これも大事なんだ。はい、それ大事ですよ。写真も大事なんだ。写真で人間性が出ますよ。だから綺麗とかじゃないですよ。表情ですわ。綺麗、ね、だけじゃちょっと、そんなんもダメです。皆さん説得力、俺みたいなイケメンだけじゃ無理なんです。皆さん説得力ね、アツさん説得力ないですよね。なんでないんですか。ほんとあるでしょ。いやもうね、はい、もうこんな長くね付き合ってると分かりますよ。分かりますよ、ほんと。何が分かるんですか。もう説得力マイナスする。いやいやいや、ありますって。ほんまによだれ出てきたけど、ありますよ。そら
本当に説得、うんうん、まあちょっと後で写真ちょっとじゃあ、はい、これは撮りましょうよ。ぜひぜひぜひ。そういうのちょっと勉強したいじゃないですか。どういう写真、どう、ね、違う、どう違うかっていうね。僕それあれあのインスタとかのね待ち受けのあれにしますよ。あ、それをね、ね、ラインとかね、あ、すごいね、いい感じ、ちょっといい感じにね、はい、これで僕も彼女がね、もしかしてできるかもね。できないよ。10人ぐらいでかもね。DM がすごいかもしれない。早い、早い、できないが早い。当たり前じゃないですか。できない。即答ですよ、即答ですよ。ということで、ちょっと後ほどあの写真撮ってまたインスタとかにあげるんで、はい、ぜひね、チェックしてみてください、はい、では続いての曲お願いします。はい、下川敦さんの月の光が消えゆくようにです。どうぞ。すれ違う想いに肩寄せて振り向くと、いつもそばにいてくれた月が照らす道を、歩きながら未来を語ったあの日、作り笑顔、月明かりに消されてた、本当にこんな日が来るなんて、最後にもう一度隣で笑っててほしい。なぜ心を
奈良市三好のこの商品にアシスト。ちょっと商品行く前に一言いいですか。いいですか。一言ね。お願いします。喋らせてください。一言はどうぞ。今の歌、はい、素晴らしかったんです。はい、終わり。オッケー。はい。はい、商品アシスト、アシスト。いや本当にね。この商品にアシスト。一言いいですか。でね、お願いします。お願いします。生ですから。新年早々、はい、素晴らしい歌が流れました。はいはい、ぜひ皆さん、下川敦史じゃなくて三好聖で検索してもらったら、いや、お願いします。皆さん、今回は、はい、作詞した人が出る。歌は素晴らしい、はい、歌は素晴らしいということで、今回ご紹介する商品は皆さん大好きハッピーターン。僕全然知らなかったんですよ。ダンさん教えてもらって、ハッピーが帰ってくるで、ハッピーターン、そのまんまじゃないですか、ハッピーターン。いや、まあそうですけど、はい、いや、すごいなと思って。俺もすごいなって。そうですね。知らなかったんですけど、皆さん大好きハッピーターンなんですけど、はい、今回開運梅味というのが期間限定で出てるということなので、はい、今回ご紹介します、はい、ではお願いします。はい、はい、本日紹介するのは亀田製菓株式会社さんのハッピーターン開運梅味の期間限定です。おみくじが入っておりまして、こちら個包装となっております。12月の7日から、1月の末までの期間限定にて全国発売です。今先ほど三好さんに言われてしまったんですけど、幸せ、ハッピーがみんなに帰ってくるターンという縁起のいいネーミングでおなじみのハッピーターンが、開運、幸運、出世の意味を持つ梅味をこちら期間限定で発売しております。噛みすぎて何言ってるか分からないですよ。失礼しました。いいですよ、はい、はい、で、この梅味は開運、幸運、出世の意味があるんですって。知ってました。知りませんね、うん、梅ってそうなんですって、はい、そうなんだ。で、いいですね。ちょっとこの味のところをご紹介してくれるんですね。はい、梅のすっきりとした酸味とハッピーターンならではの甘じょっぱさは相性抜群、甘酸っぱくて爽やかな味わいです。新年のお祝いや新たな生活への験担ぎ、受験生を持つ保護者の方が気軽に応援できるグッズとしてもぴったりな商品だそうです。はい、ということでこのハッピーターン、おみくじになってるんで、はい、皆さん1個ずつ今年のねまず2022のね運勢をね、はい、習いたいと思います。イエーイ、はい、はい、じゃあ一発目、はい、お願いします。お願いします。この下持ってはりますから。あー、はい、さすが。さすがですから、はい、これ、はい、じゃあ下川さんお願いします。これまだ見ない方がいいですか。まだ見ない方がいい、まだ見ない。一斉にね、一斉にね、一斉に行きましょう。はい、はい、どうぞ。まだ見ないね。まだ見ないね。落とした。あー、よくない。落とすとかよくない。あー、一番よくない。あ、取りました。落ちました皆さん。はい、こういうの楽しいですよ。はい、はい、せーので行きますか。はい、せーの。これどこに書いてるの。どこに書いてるの。え、わぁ、え、なにこれ、どこ、え、どこ、え、これどっち、え、どこ、え、どこ、え、どこ、え、長谷さん、これどういうことですか。あ、お、え、え、な、全体運とか恋愛運とか書いてますけど、旅行運。じゃあ、これあれですかね、大吉とかないとか。そういうことじゃないんですね。長谷さん、大吉とかないですよ。ないみたいな、全体運と旅行運。私、恋愛運しか書いてないですね。ないですか。恋愛運恋愛運恋愛運。僕は健康運と恋愛運が書いてます。え、家事とか旅行…あ、健康…いやいや、自分のは何の。私ですか。私、全体運と恋愛運のなんか半…ちょっと欠けてるのがあります。恋愛運なんかないですよ。食べてるから。何運があったんですか。食べるもんでしょ。え、そうです。何運があったの。全体運と旅行運。僕も全体運と旅行運。へぇ、全体運…旅行行かれますもんね。行きますから。僕旅行じゃないですけど。え、まあ、旅ですね。はい、全体運なんすか。僕ですか。あ、すごい。一年中超ハッピーで過ごせる。最高。これ大吉じゃないですか。ナイさんは全体運でしょ。全体運。身近に思いがけないハッピーが。おー、僕とも絶対いいと思ってます。え、なんて僕、健康運が。健康どうなん。ダメな。スポーツすると理想の自分に近づく。え、すごい、すごい。で、恋愛はダメでしょ。恋愛は告白が成功するかも。おー、では、お二人と何。そう、全体運。全体はあなたのハッピーで、みんなもハッピーに。あー、なるほど。はい、書いてある。なんて、もう一個、恋愛は。恋愛運はあの人のおかげで自信がつきそう。はいはいはい、はい、出会いました。やってしまいましたね。
で、どうですか？私、恋愛運が、あ、いきますか、恋愛から。恋愛しか書いてないんですよね。あ、恋愛1本あと、切れちゃってるんですよ、全部。気になる人からデートに誘われるかも。誰も笑ってませんよ。誰も笑ってませんよ。僕、旅行行きましょうか。旅行ちょっと見ますね。字が見えないです、僕その前に。読みましょうか。一人旅で新しい発見があるかも。それ僕、それ僕、一緒、一緒、あれ一緒って何？一人だけ新しい発見あるかも。な、何これ。いや、でも全体が違うから。全体はね、もう全然ダメですけど、僕はね、一年中発見。ねえ、まさしく梅、あ、食べましょう。食べた、食べた、まさしく梅。いや、それ梅でしょ、梅味やから。梅、酸っぱい。あ、梅、うん、僕、この味大好きですね。梅、おいしい、これはおいしい。なんかこれ、昆布の。でも、何社言った通り、あの、大吉とかね、末吉とかにした方があるのかなと思って。盛り上がりますよね。まあでも、やっぱり受験生も食べますから。あ、そういうね、こともありますから。先落としてる人います。だ、受験生じゃないですから、ゆうりさんは。大丈夫です。大丈夫です。落ちません。受験の時は、あのウエストバージニア人いましたから。うまい。うまいわ。どうすか、こういうの。さすが大阪代表。さすが大阪代表。うまいけど、ちょっとね、体重戻ってきてる。じゃあ、だいぶ太ってきて。そこ気をつけて、ほんとに。いや、ほんとに。10キロぐらい取りました、また。気をつけて、ほんと。一回痩せたんですよ。はいはいはい。67、7キロぐらいまで。今78キロぐらいまでいますから。ね、戻ってきてるから。綺麗に戻りました。また水溜まりありがとうございます。俺だから一人旅しようかな。え？だって新しい発見あるかも。そうね。どこ行きたいですか、一人。あ、どこ行きたいですか。コロナ関係なかったら日本でまず。日本。うん。日本だったら、うん、沖縄行きたい。あ、やっぱり。え、何したんですか、沖縄で。いや、沖縄、まああったかいとこ好きなんで。あ。寒いところより、はい、本当ですか。沖縄行きたいです。沖縄、はい、いいですよ。さっきも寒いって言ってましたもんね。えちょっと寒いって言ってましたもんね。どこ、何が寒いですか。いや、もう寒いの嫌なの。心が、心は暖かい。心は暖かい。沖縄行きたい。沖縄行きたい。沖縄いいですよ。僕が去ってからまた沖縄ですけど。沖縄行きたいです。沖縄もあったら20度ぐらいですかね、この冬でも。それより低くなんないですか。もうならないです、もうならないです。これが今一番低い状況です。だから本当、だから世界だったら、うん、日本以外だったら、どこ行ったんですか。僕ブラジル行きたいです。あ、好きですもんね、ブラジル。ブラジル大好きですもん。暑いし、はい、一番、日本から一番遠いですけど。そうですよね、はい、そっか、ブラジル。下川さんどこ行ったの。僕、まあ、日本でも全然行ったことがある方がすごい少ないんで。え、そうなの。そうなんです。行きたいのは、日本海が新潟とか。あ、まさしくハッピーターンやんか。ね、あ、そうですね、会社。そうですよ。就職したらもう、やめてね、工場でね、亀田なんか行って働いて。亀田製菓に、うん。で、歌うと、そこで歌っといて、口ずさんで。あ、CM ソングとかね。CM ソングで。月の光ける頃には口ずさんといたらええやん。あるかもしれない。わけながら。え、お二人どこどっか行ったとこあります。国内やったら。屋久島行ってみたい。あ、屋久島ね。屋久島いいですよね。どこですか。私、北海道行きたいです。北海道、逆だ。海鮮食べに、うん、僕先月北海道だったんですよ。いいな。2週間ぐらい、羨ましい。2、3週間行ってたんですけど、北海道、知床半島とかも行ったことあって。いいですよ、知床半島。ヒグマとか。へえ、うん、ご飯もまた。いや、ご飯を、いや、でもね、大きい、こんな言うとまた怒られるんですけど、やっぱご飯は北海道の方がいろいろありますね。おいしい、美味しいです、やっぱり。嫌です。何が言うの。いや、もういい、北海道もいいですよ。寒いのが。寒いのがね。夏に行かれたらどうでしょう。まあ、いいんですけど、うん、住むってなったら、住むってなったらちょっと話変わってきますよね。話変わるじゃないですか。確かに。だったら、あったかい方の方がいいんじゃないかな、うん、なるほど。これでもハッピーターン美味しいですね。美味しいです、これも美味しいです。ね、なんかこれも美味しいですけど、やっぱシンプルな一番ね。シンプルが一番美味しいんですけど、はい、あれでも、あのパウダーちょっと増してるやつあるでしょ。はいはいはい。あれ美味しいっぷなんですか。うん、なんかそれ前も言いましたよね。そう、なんか前もハッピーターンね。でしたよね。そう。あれ何味でしたっけ。あれ普通。普通のです。普通のやつだよね。普通のです。そうか。まああれが一番。まあこれもこれでね。これはこれで全然好きですけど、ね、美味しい。だから期間限定やからちょっとね、味変じゃないですけど、はい、たまにもう飽きてきたらこっちっていうのもね、ありかも。限定ですもんね。知れないですよね、はい、本当に。梅昆布みたいな味。わかる。梅昆布な。梅昆布。梅昆布、はい、懐かしいな。懐かしい。食べたわ、梅昆布を。本当ですか。梅昆布って何ですか。なんかお酒のつまみとかよく出てきません。駄菓子屋とかになんかなかったですか。ありました、ありましたよね、うん、
はい、ちょっとあれセレブリティなんでちょっとざわしちゃうのとかあんまり分かんない。ああ、まあ理想流すかよ。それ面倒くさいのに流す。ということでぜひ皆さんハッピーターン、このねハッピーが帰ってくるという意味なんで、はい、ぜひはい食べてみてはいかがでしょうか。ではここで一旦 CM です。私たちロップスは元サッカー日本代表選手を講師に迎え、小学生を対象としたサッカー教室を開催しています。考えて表現するを基本方針として、子どもたちの未来のためにサッカーを通してさまざまなことを学んでほしい。一流の選手からサッカーのプレーばかりでなく、さまざまなことを体験し感じてほしい、そんな思いを込めて私たちはサッカー教室を用意しました。その場を名付けて坂の場ロップスは、この坂の場で子どもたちの未来を原動力に、学びと表現力、そして感動を提供していきます。ロップス、さあエンディングとなりました。ということで今年もね、はい、始まりました。2022年ということで、はい、ぜひ今年もね、はい、1年間よろしくお願いします。何回続くか。いやいやいや、もう5年続いてるから、ね、すごいです ね、 ね。いや本当に始めた頃はね、はい、もう1回で終わるんちゃうかって言ってたんですよ。あだどうしても下川さんが出たい出たいと俺聞いて、ね、出してくれ出してくれって、続けないと、ね、続けなあかんなー言うて、なんか書いてくれ書いてくれ、本当にありがとうございます。書かなあかんね、もう何回言ってるかね。今フリーやったらもう書けるんじゃないの俺歌詞、また第2弾だって作れますよ。いやだからもうやがてもうそこまで言うなったしゃあないで、忙しいねんで俺。あとさ、何回この下り言ってるの。ほんとね、なんかお約束、お約束ね。このくだり、でもこれちゃんとお約束は出しますから。はい、ほんとにアンサーソング、これのね、月の光が消えゆくようにのアンサーソング、次ね、はい、まあ、僕が歌うんで書いたらいいや。逆にしようかね。そうします。それ新しいね。逆アンサー、俺が歌ってどういうこと。逆でしょ。下川敦志が作詞、はいはい、で歌うのが三好。なるほどなるほど。そう、どこれいいじゃないですかね。いいのか。時が止まった。ちょっと今一瞬の静寂ありましたけど、いいのかそれは。行きましょうそれで。でコーラス入れてあげますよ。え？コーラス入れてあげますよ。いや、いいですよ。後ろであーとか歌ってたら、いい、全く歯も下全然下僕だって、僕だってこれエキストラですから。目標は、目標いろいろ映画とか入れて、あー言ってましたね、はい、映画八百屋のね、はいはい、八百屋のね、じゃあ、八百屋の PV、 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 あ、PV 出してますよ。 PV いける、 PV なら出る、ね、八百屋の大事。八百屋どんな歌や。八百屋の大事、八百屋の出てくる歌って、どんな月の野菜村っていい、うん、まあ、月の輝くだからないですか。ないけど、まあ夜ね掃除でもしとけ、こうなんかこうね、公園とかレレレじゃないんだから。おじさんじゃないんだから。まあでもこうね、映画のファンも来てますからね、だいぶ。どっから来てるの。どっから来てるの。この間マツイ君出た時言ってた、逆オファーでしょそれ、もう何回もそれ。なんだ、逆オファーってなんですか。いや、もうこっちから言ってるじゃん。でしょ。まあやりましょう、何か今年また新しく、まあ、そうですね、うん、ね、いいんじゃないですか。あとはだからね、もうサッカースクールやりたいっす、はい。子供たち集めれたら ね、一番いいですけど、もうずっとやれてないんですか。全くできないんで、やっぱり何かあったら子供たちっていうのもあるんで、やっぱ ねやりたいですね。やりたいですよ、サッカー教室やりたいですよね。全くできないでしょ今、ほぼもう全然ですね、はい、全然できないんで、ね、まあでも今年はね、本当にこう、まあコロナがね、はい、落ち着いたら、ぜひいろいろね、はい、あのスポーツやりたい。そして作詞やりますから、また、はい、はい、第2弾で流し目でね、流し目でやりながら体操もやります。はい、ダンスダンスで体操っちゃったんですね、はいはい、やりましょう、はい、ということで、ぜひ皆さん2022年もよろしくお願いします、はい、お願いします。ではまたお会いしましょう。さよなら、さよなら。